顔アフ。今回は高市早苗がきな臭いというニュースを見ていきたいと思いますが、その前にね、ちょっと、事務連絡をさせていただき、メンバーシップに登録いただいた方は、この私のチャンネルのホームのこのストアの横にメンバーシップというところがあります。ここです。はい、こちらに秘密のグループの入り方とか、LINE の LINE コードなどをご案内していますので、はい、まずは、メンバーシップこちらをご覧ください。でですね、はい、この何、備えあれば憂いなしじゃなくて、何だっけ、備えあれば憂いなしっていうか憂い大ありですが、このね、藤川慎之介くんが高市早苗の選対に入ったというね、なるほどねっていうか、高市早苗さ、なんか急に追い上げてきたでしょ。で、あ、それはこういうことだったのねとしか思えませんね。この選挙の神様の藤川慎之介くん、はい、でこの名前を聞いてピンとくる人も多いのではないでしょうか。はい、この維新丸くんの選対にも入ってたおじさんですね。で、自民党総裁選で高市の支援に入っちゃった。まあ高市の国家間に共鳴とかね、まあこれは取ってくっつけたような理由でしょうが、この人が藤川慎之介くんね。でですよ、選挙プランナーねの藤川慎之介くん、なんか事務所持ってたよね、選挙戦略事務所みたいなのも持っていますよね。で、都知事選の時に維新丸の選対に藤川さん入ってたでしょ。で、この選挙戦略事務所のメンバーの松田薫だっけ、その人がゆり子の選対入ってましたよね。だからまあ同梱というかね、はい、まあ、A チーム B チーム分かれて、まあ、とにかくゆり子石丸でワンツー取るんですよと、ね、そのためのさまざまな知恵を授けていたのがこの藤川慎之介さんが自民の総裁選で高市の陣営に支援に入っていると明らかにした。でもさ、これ明らかにする必要があるのかなとも思うんだよね。だってこっそり支援しててもいいわけでしょ、まあ、ちょっとその話は置いといて、で、藤川さんといえば都知事選で160万票余り終えて2位になった。もうこの枕言葉、これ何回出てくるんだ。石丸くんの選対事務局長を務めていましたね。で、選挙の神様なんだっけ、勝率が、ね、9割とか。で、この藤川氏によると石丸くんの時と同様、ドトールの鳥羽さんに頼まれたとね。だから都知事選の時もこのドトール の鳥羽さんが、いや、いい子がいるんだよ、藤川さん応援してくれないかなと話を持ちかけて石丸くんの選対に入ってもらった事情があったように、今回もこのドトールの鳥羽さんが、いや、高市くん応援してもらえませんかね、藤川くんという話を持っていったとね。で、選挙参謀ではないが、あ、これは藤川くんのね、発言です。選挙参謀ではないが、告示前から陣営にアドバイスしているでしょ。で、告示が12日だよね、自民の総裁選ね。でさ、高市はさ、告示の少し前まではもう推薦人集めにも苦労してたわけでしょ。で、それで出馬表明したかと思ったらさ、あっという間にこのトップ3に入ってくるって、これなんかテコ入れあったんってことですね。藤川さんがテコ入れしてるとしか思いませんよね。じゃあ何、推薦人の裏金議員13人もこれ藤川さんが頼んだ。でもさ、この裏にはなんか麻生もいる気がするんだよね。だから1位2位が、進次郎石破さんになっちゃうと、もうガースに負けちゃうでしょ、その時点でね。だからこうなったら
もう高市でもいっかみたいに麻生が考えたのかなとかね。から小林くんはどうやら坪と距離を置き始めたという話もあり、ちょっとその小林くん事情は次の記事で出てきますね。で、藤川さんはね、この人どういう人かというと、この人安住がね、安住ってなんだっけ、安住明子さんだよね。その人が言うには、藤川さんのキャリアの出発点は田中派にあったとね。田中派の国会議員の秘書が藤川さんのキャリアの出発点で、でその後自民党の大阪市議を務めた、あと野党に転じておりってありますが、ここには書いてないけれど、藤川さんって維新の事務局長もやってましたよね。なので維新の立役者っていうか、これ野党に転じて、これは何だろう、自民党の別党体になったのかなとね、そんな気がしています。で、その藤川さんがね、総裁選に本格的に関わるのは42年ぶりだから、前はね、42年前はこの中曽根康弘のがね、当選した時の総裁選でこの選対に入っていたとね。ね、そんな42年ぶりに藤川さんが、ね、なぜ高市くんだりの支援に入ったのでしょうか。でこのあとね、さらに香ばしいニュースがね、はい、それは高市の猛追、猛追してるでしょ、はい、それにはこのね、壺の皆様が見え隠れしてると、日刊現代さんのこの記事はね、なかなか面白かったですよ。で、熱心な信者が X で、さない一択を大拡散。なんかさ、この状況をどこかで見たようなね、熱心な信者、もうさないじゃなくちゃダメなんだとか、例えば なぜさないの話を YouTube で取り上げないんだとか、その手のタイプって、15区補選の飯山あかりの応援団に、なんか似てるんだよね。雰囲気というか、やり方というか、その表現力みたいのがね。で、それはどういうことでしょうか。で、はい、じゃあこの記事を読んでいきます。候補者が乱立する自民党総裁選は、三つどもえ、ね。で、選挙の神様を陣営に引き入れた高市早苗。ほら、この話はさ、もう何て言うんだろう、高知の事実になってきてるってことだよね。高市早苗の陣営になんか藤川さん入ってるらしいよっていうのは、もう知ってるんだね、みんなね。で、リードしてきた、石破や進次郎を抜き去らんばかりだよ。これすごくない？短期間で。だって推薦人集めにも苦労してた人が、あっという間に、このワンツー抜き去らんばかりでしょ。で、その勢いの陰には、問題集団の存在も見え隠れします。で、問題集団はね、この統一教会の方々は、コバホークのバッグにいたはずだよねって思い出しますよね。でもコバホークと高市は、まあ、同じグループだとね、まあ、いわゆる保守ね、自称保守のグループで、ツボとしたら最初はコバホークにテコ入れしてたんでしょうね。で、岸田首相が退陣理由の一つに挙げた統一教会、これ岸田君の退陣理由に統一教会もこれあったっけ、裏金議員をうまく処分できなかったってことが退陣理由だったかなと思いまし、思ってましたが、まあ、これも一個あったというね。だからこの統一教会問題っていうのは ものすごく重大な問題なわけでしょ。裏金問題と並ぶか、まあ、それ以上に根深い問題のこの統一教会の、熱心な信者に応援されてる高市早苗って、もうそれだけでもうアウトだよね、この人ね。で、このね、統一の信者が
このサナイ一択を、大拡散してるね。これには強力な証人がいます、統一やってるよねとね。それは鈴木エイトさんの話がね、で出てきます、はい、でちょっと待って、ここもね、一応この総裁選がどういうものかをね、見ていきますね。党員党友への、あれ、ちょっと待ってね、さっきね、私この藤川さんの記事、これ最後まで読んだよね。藤川さんがね、今ね、あの党員党友票のテコ入れをしてるって話が、さっきの、あ、ここね、ここちょっと確認してきますね。ドトールコーヒーのね、取り場に頼まれたって話から、ここだ、ここ肝心なところを読み忘れていました。告示前から陣営にアドバイスしているでしょ、藤川さんがね。早苗の陣営にアドバイスしてます。それで、これ、SNS や動画投稿サイトの部隊を動員するって、これ石丸の時と同じじゃん。これ SNS は X ですよね。で、動画投稿サイトって YouTube でしょ、だからこのまた発狂部隊を使ってる。じゃあこの発狂部隊は統一の方々が相当入ってそうですねってことが分かりますよね。で、今だからね、これ党員党友票かっこ地方票の獲得に取り組んでいる、はい、だからこの藤川さんの戦略として党員党友票の獲得に取り込み、つまり高市を決選投票にまでなんとか送り込もうとね、そのために今ここをね、ここを頑張ってます。党員党友票の獲得ね。で、この記事に、戻りますね。で、この読売新聞がね、党員党友への電話調査と国会議員への支持動向調査を行ったんだって。で、それによると、これ、高市、石破が123票同じ。で、トップでしょ？で、進次郎は105票だって。猛追してるよね、早苗はね。で、この1回目のね、投票では、過半数が367なんだよね。国会議員票367と、この党員党友票の367ね。これが なんかドント方式とかで、議員票と同じになってるって話でしょ。で、合計で734。でも、ここまでは、で、この過半数は367だけど、今の調査でも123でしょ。だから決選投票行くことは確かですよね。まず行くよね。で、この誰も過半数に達しない場合には、上位2位にもつれ込むよね。だから、この上位2位に、高市をねじ込むために今藤川君はこの SNS とかこの YouTube の舞台を使ってこの、ね、テコ入れをしているというね。で、このね、党員党友票がものを言うわけです。この決選投票に残るためにはね、選挙の神様だからこのくらいのテコ入れはお手のものでしょうか。で、はい、3年前の総裁選にも出てたよね、高市ね。この時は安倍君のバックがあったから強かったですよね。でもさ、安倍君のバックがあって強いってことは、つまりこの時も党員党友票のテコ入れはかなりされてたということですね。で、統一教会との癒着を背景に王氏、あ、これは安倍君のことです。で、これ王氏ってなんとなくわかるけどな、何ですかと思ってね、一応調べたらね、不慮の事故みたいなね、天命を全うしないで、お亡くなりになる、非業の死を遂げたみたいなことを王氏というらしく、はい、安倍君が王氏してしまいました。で、あ、ちょっと待って、なんか変な話しちゃった。で、コバホークと高市が保守票を奪い合う今回ね、は、藤川君が高市陣営に入りましたよね。だから小林君の方には入らなかったってことですよね。だって同じ立場でしょ。で、どっちかって言ったら小林ホークの方が
将来性ありそうですよね。うん、若いし、高い位置よりも頭良さそうだし、はい、でも高い位置に行った理由が出てきます。で、人票固めのほか SNS 対策も担っているね。さっきの記事と同じこと書いてありますね。だがそれだけでは求心の説明がつかない。だから藤川くんの対策だけではこんなに伸びないでしょとね。で、ここに鈴木エイトさんのお話が出てきます。鈴木エイトさんはもう統一教会の問題の一人者で、信者の方、メインの信者も知ってるし、関連議員も知ってるし、もう詳しい人ですよね。はい、で、ここ鈴木エイトさん曰く、熱心な信者たちが高市早苗さん一択決まりと X に盛んに投稿しています。はい、だから鈴木エイトさんが見るとあやってるなっていうのがもうこう一目瞭然手に取るように分かっちゃうということでしょうね。で、この統一はこの統一の政治団体が国際勝共連合っていうのはありますよね。で、この政治団体を通じて憲法改正や伝統的価値観の重視を主張しています。だからなんか教育直後にも戻ろうとかさ、家庭を大切にして子供を一人で留守番させちゃいけないみたいな、そんなへんてこりんな主張してますよね、この統一教会はね。で、その思想信条が高市とおおむね合致するだってね、このカカルトと心情を一致する、そんなのが保守を自称している。だからさ、これ保守って言わないよね、高市ってね。うん、で、こんな変なのが保守を自称してるから、もう保守そのものがうさんくさく思われちゃってますよね。で、自民党との長く深い関係から相当数の党員を抱えていて、はい、ここがもう問題ですね。うん、だから決選投票に残るために今党員党友票っていうのを一生懸命掘り起こしてるわけでしょ。うん、でもその党員の中に坪さんがいっぱい入ってますよ。で、その人たちが高市推しで動くと見ている。まさかでもさ、1回目で過半数はいけないよね、いくらなんでもね。うん、で、ただ高市陣営は教団関係者からの直接アプローチは遮断しているとも聞く。うん、それは遮断するよね口先では、いや、私は一切統一教会とは関係ありません、あの人たちがなんか勝手に私を応援しているだけで迷惑なんですとか言いそうですよね。次ね、このタカ派のくくりで言えば、この小林くんの存在感は侮れないとね。でも小林くんはいの一番に出馬表明したのはいいけれど、もう坪との関係を散々暴露しちゃってます暴露されちゃってますよね。うん、この会合で挨拶したとかね。で、高市と小林、教団は二股をかけているのかとありますが、でもこの勢いだと小林くんにを応援してるって感じはしないよね。だって小林くんは全然猛追してなくて下の方で沈んじゃってるでしょ。うん、で、高市が、猛チャージしてきてるわけだから、二股というよりもここは高市で行こうと壺も決めたんのではないでしょうか。で、小葉ホークは好きなしのね、この好きなしっていうのは統一が小林くんにつけ入る隙がないという事情は、コバホークの奥さんはリベラル系弁護士です。なんだっけ名前、秋津さん、なんとか秋津さんって言ったよね。東大時代の同級生ね。で、宗教二世問題に積極的に取り組んでいるのがコバホークの奥さん。だからこの統一から見たら敵方ですよね、この小林夫人はね。うん、勢い小林くんも敵ですよね、この奥さんの活動から見るとね。で、しかも小林くんは出馬会見で軽率だった
これはツボだとよく調べないで会合で挨拶してしまいましたとか、まあ、反省の弁というかわざとらしい言い訳をしていましたが、まあ、そうした影響もあってね、奥さんが二世問題に取り組んでるし、小林君本人もよく知らないで教団で挨拶していましたみたいな、つまり 教団を遠ざけるような発言もしているから、じゃあいいよってなるよね、ツボもね、じゃあもう応援しないよって、ね、なるでしょう。で、教団と断絶したのは事実のようです。で、教団からすれば小林陣営には付け入る隙がない、これは鈴木エイトさんのお考えですね。でもここには教団は二股をかけているのか、だから小林くんも高市と同様に、いやもう全然応援なんかしてもらってませんよと言いつつ、まあ応援しちゃってるからまあ仕方ないねみたいなスタンスかもしれないし、はい、でもこの最後のね、このまとめがいいですね。反日カルトの受け皿化した人物が再び首相に就くなんてごめんだ。これとんでもないよね。カルトの受け皿を押している人間が首相に就くなんて、これは安倍君の再来じゃん、まるでね。だからこのカルト問題で責任を取りきれなくて岸田君が、出馬を諦めたという事情もあるわけでしょ。でまたそんなのが出てくるなんてさ、とんでもないし、この藤川さんは 何を考えて早苗の応援に入ったのかといったら、まあでも新丸くんも坪丸くんであり、坪丸くんの選対には藤川さんの他に坪の田村さんね、田村な何ゆきさん、重ゆきさんだっけ、田村さんはほら坪のおじさんっていうか、田村さんも選挙に めちゃくちゃ詳しいっていうか強い人ですよね。でだから何だろうね、坪丸の応援団が坪であったように、そのものだよね。はい、だから坪がこの高市を使って復権しようとしている、まあ、こういう構図も見て取れますね。でさて、ガースはどういう対策を取るのでしょうか。だからガースとしてはこの高市が、1位2位に入ってきてしまっては困るわけで、でだから麻生も何を考えているかだよね。小林はもうダメだな、坪との縁も切ってるし、坪も、小林の応援はやめたみたいだ、でじゃあ代わりに高市に乗っかったみたいだ、じゃあ俺も仕方ねえからここは高市を応援しようかなと言って、誰、推薦人を貸してあげてる人、だから麻生がさ推薦人貸してあげてるのは、まあ、上川陽子にだいぶ貸しましたよね。あとは一応麻生派から出てる河野太郎とか、だから麻生の手駒5、6人いるでしょ。じゃあそれに決選投票で高市に投票させるのかね。だから決選投票は議員票がものを言うわけでしょ。はい、なんか分かんなくなってきたね。でもここでね、私の予測はコバホークを潰したようにガース側からまた高市のネガティブキャンペーンが始まるのではないかで、まあでもそれはそれでいいんだけどさ、でもポエムが総裁総理になっても困るし、まあ、結局自民党総裁選ではさ誰が総理になっても地獄なのですが、まあ、変なのばっかり出てくるね、次から次へとね。はい、そういうわけでね、なるほどねっていうね、高市猛追の理由は藤川さんが選対に入りましたか。さあここからどうなるでしょうね。はい、またやります。ではまたバイバーイ。先週信じちゃいけないよ、
自分の頭で考えろ。いつでもいくら監視して税金泥棒させないぞ。